はいどうもゴッツチャンネル GT ワークです。私よく車中泊とか自作のルーフテント泊とかあと普通のキャンプとかよくやるんですけども、真夏になると困ることがあるんですよね。そう、暑いんですよ。でその対策のためにスポットクーラーっていうのをちょっと使ってたりしたんですけども、若干パワーが不足してる感じだったので、もう一回りパワーが上のやつがないかなと思って探してたんですけども、そんな折イーノー社から新しいポータブルクーラー作ったんだけどちょっと使ってみないっていう連絡をいただきましたので、使ってみたいと思います。もちろんいつも通り温度とか特性とかいろいろ測定してみたり、あと実際にテント張ってですね、そのテントの中が何度下げれるのかっていうのも実験してみたいと思います。で今回使ってみた製品や測定に使っている測定器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。なんか夏の大セールとかもやるみたいなので、そちらの情報もですね一緒に載せておきたいと思います。今回もいろいろ測定やったんですけども、スペックには載ってない非常に重要なことを発見した気がします。で今回実験する製品はイーノー社製のポータブルスポットエアコンですね。で AC100V から 220V で駆動して、冷却方式はコンプレッサー式、それで、ね、冷房能力がですね 0.69kW あります。で設定できる温度が16度から30度、それで動作温度がですね3度から42度ってかなり範囲広いんですね。はい、じゃあ何はともあれまず開けてみますかね。はい、中身出すとこんな感じですね。でまず入っているのがこれちょっと大きめの AC アダプターですね。でこいつ 100V を直接本体に入れるんじゃなくて、この AC アダプターでですね DC に変換して本体に入れるような仕組みになってます。で次に入ってたのがそれにつなぐ AC100V のコンセントの部分ですね。で次に入ってたのがこれ、多分これ AC アダプターの DC 側の延長ケーブルですね。ただこれ取説の内容物のところには載ってなかったので、もしかしたら何かの間違いで入ってたやつかもしれないですね。はい、で次に入っていたのがこれ、ドレーンホースですね。スポットクーラーも普通の家庭用エアコンと同じ水が出るんでですね、それを逃がすためのホースですね。で次に入ってたのがこれ、なんか丸っこいやつですけど、なんか多分ダクト接続するんでしょう。で同じような接続するやつがもう一個、これも多分ダクト接続するんだろうな。で次に出てきたのがちょっと細めの蛇腹のダクトですね。こんな風に伸びます。で次に入ってたのが太めの蛇腹のダクトですね。はい、これもこんな風に伸び縮みします。で次に入っているのが取扱説明書ですね。はい、これも表から見てわかるようにですね、中身も全部日本語で書かれてますので、全然迷うことなく使うことできますね。はい、なんかテレカみたいなのが入ってますけど、裏見るとはい、保証サービスの説明が書いてますね。はい、でいよいよ本体なんですけど、ちょっと本体見てみる前に重さ測ってみますかね。ちょっとコンプレッサー積んでる系の製品って意外に重いんですけど、こいつは何キロかと言いますと、はい、約 9.4 キロですね。でこいつ図体の割には、筐体がプラスチックだからか意外に重くないですね。はい、じゃあ早速本体見ていくんですけども、まずはですねダクトを接続してみたいと思います。でさっきのですねリングみたいなやつとこのダクトが接続されるっぽいですね。こうやってくるくる回すと、あれこっち方向じゃつかないな。はい、これよく見るとですねこの蛇腹時計と反対方向に渦巻いてるんでですね、逆方向に回すと閉まっていくような形になってます。はい、でこの大きいダクトはですね背面の方に取り付けるやつですね。はい、ここの部分にですね穴があるのでそこにはめて、はい、カチャッと回すと、はい、これで取り付け完了ですね。あとは引っ張ればですね蛇腹を好きに伸ばすことができます。ちなみに蛇腹の長さ測ってみたんですけども、はい、こっちは約90センチって長さですね。ではフロントの吹き出し口の方の細い蛇腹も同じように組み立てていきます。はい、組み立つとこんな感じですね。こっちもビヨーンと伸びるようになってます。ちなみに吹き出し口の方のダクトの長さはと言いますと、はい、およそ100センチ、1メートルぐらいですね。はい、じゃあ何はともあれ使ってみたいと思います。
でですね、この AC アダプターをあらかじめ本体の方に接続してるんですけど、それをですねコンセントにこうやってガチャッと差し込むと電気が投入されるようになってます。じゃあ早速電源入れてみますかね。この一番右のですね赤い1マークを押すと、はい、こんな風に電源が入ります。はい、だんだん回転数が上がっていってる音がしますね。で、今液晶に表示されてる21度っていうのがこの温度の風が出ているよっていう温度ですね。で、実はこいつ温度設定をすることができて、この三角ボタンを押すと設定できるんですけど、はい、こうやって上を押していくとどんどん温度は上がっていって、普通のエアコンと同じように好みの温度を設定しておくことができます。で、こうやってずっと上げてってると、はい、音が静かになったかと思いますけども、設定温度を超えるとコンプレッサーが止まるような形になってます。うん、こんな風に自動で設定温度に調整してくれるっていうのは非常に楽ちんですね。はい、このファンみたいなマークがついたボタンがですね風量の調整ボタンで、これを押すごとにですね弱中強っていう風に切り替わるようになってます。で、次お月さんマークみたいなのがあるんで、お休みタイマーかと思ったら、これを押すとですねコンプレッサーが停止して送風だけの運転に切り替わります。あ、ここ長押しですね。そうするとフロストマークが消えて、はい、コンプレッサー周りのファンの音がちっちゃくなりましたね。ちなみにコンプレッサーはですね、なんとパナソニック製のものが使われていて、静音性能や省エネ性能、あと信頼性も高いって書いてますね。うん、確かにファンの音は結構するんですけども、コンプレッサーのブオーンっていう音は全然聞こえてこないんですよね。ちなみに今の消費電力は何ワットかと言いますと、はい、153ワットですね。で、スペックを見ると最大250ワットって書いてるんで、まあ、運転状況とかコンセントの周波数とかにも左右されるのかもしれないですね。で、多分ポータブルスポットエアコン使うときは外で使うはずなので、ポータブル電源も必要になるかと思います。というわけでポータブル電源を接続して浮かしてみますかね。で、使うのはこれ、同じ E の社製の EB120 っていう電源ですね。で、こいつ定格 1000W まで出せるので全然余裕で動くはずですね。じゃあ早速背面のコンセントに接続して 100V の電源をオンにします。はい、でしばらくすると、あ、動き出しましたね。消費電力がどんどん上がっていって、はい、だいたい 115W くらいで安定してる感じですかね。で、本体の方はちゃんと冷たい風が出てるのかと言いますと、はい、うん、ちゃんと冷たい風が出て稼働してますね。で、コンプレッサー使う機器って電源入れた瞬間にめちゃくちゃ電力食うんですね。だもんで、その電力上昇に耐えられるぐらい大きなポータブル電源じゃないと動かせないです。あれ、ちょっと待てよ、こいつでも 100V 直接食ってるわけじゃないんだよな。間にこのちょっとデカめの AC アダプターをかまして DC に変換してるんですよね。で、得てしてこういうアダプターって内部にでっかいコンデンサー積んでて、電力の変動にある程度耐えれるようになってるはずなんですよね。おや、これもしかしたら瞬間的に大電流流せないポータブル電源の動くんじゃないのかな。というわけで、ちっこいポータブル電源でも試してみたいと思います。使うのはこれ、同じ E の社製のポータブル電源 P302 ってやつですね。で、こいつ定格 300W、 瞬間 600W 流せるんですけど、直接 100V 使う系のポータブルエアコンつないでみたんですけど動かせなかったですね。ただ AC アダプターをかましてるこいつならもしかして動かせるんじゃないのかな。まあ、とにかくやってみますかね。まずはコンセントを挿して AC の電源を入れます。そして本体の電源も入れて、さて動きますかね。お、音がしてきた。っていうことは今動いてる感じですかね。うん、特にエラー音とか発生してなくて冷たい風が出ている感じですね。うん、冷たい冷たい。で、ポータブル電源の方を見ても、うん、特にエラー表示とか何にも出てなくてちゃんと出力されてますね。うん、すごい、このちっこいのでこのでっかいポータブルクーラー動いてますね。さっき消費電力測定したら、まあ 150W くらいだったので、で、このポータブル電源が約 300W 時ぐらいの容量があるので、まあ単純計算すれば2時間近く使えるってことになりますね。うん、ちょっと使いたいときはこのちっこいポータブル電源つないで、まあ少し使うっていうのはありかもしれないですね。
はい、じゃあ次はですね、この前から出てる風どのくらいの強さで出てるのか測定してみたいと思います。で、使うのはこれ風速計ですね。じゃあまずはですね、今弱風にしているのでこれで測定してみたいと思います。で、この出口ギリギリの風速がどのくらいかと言いますと、はい、3メーター毎秒ですね。まあ、だいたい風が吹くと涼しいって感じるぐらいの風力ですかね。じゃあ次はですね、宙にして測定してみたいと思います。で、宙の風速はどのくらいかと言いますと、はい、4.1メーター毎秒。まあ、運が良ければスカートがめくれるくらいの風速ですかね。じゃあ次はですね、一番強い強にして測定してみます。はい、で、何メーター毎秒かと言いますと、はい、5.9メーター毎秒。よく天気予報で強い風が吹くので注意しましょうっていうぐらいの風速ですね。まあ、一般的な扇風機に引けを取らないような性能ですかね。はい、で、風速より気になるのは果たして何度冷やせるのかっていう温度ですね。で、温度の測定に使うのはこれ、熱伝追式の温度計ですね。普通の温度計よりもレスポンスがいいのでリアルタイムに温度を見ることができます。じゃあこれをですね、いろんな場所にくっつけて測定してみたいと思います。はい、取り付け完了するとこんな感じですね。で、まず1番がですね、部屋の温度を測っているもので、2番がですね、冷たい空気が出てくる吹き出し口ですね、ここの温度を測定してます。そしてぐるっと後ろに回って3番がですね、排気口ですね、ここ熱い風が出てくるとこですね。はい、で、なんとなく余った4番なんですけども、冷たい風になる前の空気を吸い込む吸気口ですね、ここにちょっとつけておきたいと思います。で、温度はですね、こんな風に本体に4箇所同時に表示されるようになってます。じゃあ早速電源入れてみますかね。はい、ついてだん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 音が大きくなっていって、うん、まだコンプレッサーほとんど動いてないので送風だけなので、そんなに温度差出てないですね。と言ってるそばから2番の冷風吹き出し口の温度がどんどん下がってきてますね。うん、室温 23.7 度に対して19.3 度の冷風が今出てますね。そして排気口の方 T3 は29.7 度ということで、熱い風がこっちも出てますね。おお、順調に下がり続けてますね。このまま下がっていったら何度までいくのかな。ちょっと時間を置いて見てみたいと思います。はい、今20分ぐらい経過したんですけど、何度になったのかと言いますと、はい、2番、 15.5 度。室温が25度ぐらいなので、まあ、大体10度ぐらい低い温度の冷風が出てるって感じですね。うん、やっぱり10度低い風だと全然涼しく感じますね。ちなみにこいつクーラーなので勝手に除湿もしてくれて、取れた水がですね、このパイプを使ってここに溜まるんですけど、はい、大体20分ぐらいでですね、これくらいの水が溜まりましたね。うん、意外に湿気も取れるみたいですね。はい、で、スポットクーラーの構造を見ていくんですけども、スポットクーラーって普通のエアコンみたいに室内機室外機って分かれてないので、意外に吸気排気がごちゃごちゃだったりします。ただですね、こいつよく見るとですね、吸気は実はフロントの面にあって、ここから空気を吸い込んで上から冷たい風が出ていくと。で、排気の方はですね、側面からここですね、吸い込んで、そしてですね、後ろの排気口からまとめて出されますと。ということはですね、構造的には前3分の1がエアコンで室内機になっていて、後ろ3分の2がですね、室外機っていうような積み分けになってます。だもんで、前3分の1だけテントに突っ込んどけば非常に効率のいい循環ができるようになるはずですね。はい、じゃあですね、テント立ててどのくらい冷やすことができるのかって実際に試してみたいと思います。で、使うのはこれ、私が昔2000円ぐらいで買った一人用の超ボロいテントですね。じゃあまずはこれ組み立てたいと思います。はい、これでテント完成しましたね。ちなみに入り口こんな風になってます。まあ、広さとしてはですね、ちょうど1人が入ってちょうど寝れるような大きさですね。で、温度の測定はさっきと同じ熱伝水式の温度計使っていきたいと思います。ではこの測定部分をテントのいろんなところに貼り付けていきます。
はい、装着し終わるとこんな感じですね。まず1番は外の温度を測るためにここにつけて、で2番がですね、室内のまあ床近いとこですかね、ここら辺を測定するのにつけて、3番がですね、テントの真ん中ら辺で、4番がですね、天井の一番上のめっちゃ暑そうなとこですね。この4箇所の温度の変化を見ていきたいと思います。はい、では肝心のスポットクーラー設置していきたいと思います。でこんな風にですね、入り口のところに置いて、で電源はこの超小型のポータブル電源 P302 ですね、これまた使いたいと思います。でチャックも閉めて冷気が逃げないようにしますと。で横のチャックもこうやって閉めようと思ったんですけども、はい、これちょっと安物なんでですね、横チャックないですねちょっと不本意ですけども、テープで少し止めときますかね。はい、じゃあ実験開始していこうと思うんですけど、今の各場所の温度はと言いますと、はい、1番の外気温が約35度、2番の床ら辺が41度、3番の中間付近が43度、4番の天井付近も今約43度ぐらいですね。さてこれを電源入れるとどのくらいの温度に変わっていくのかと。はい、だんだん音が大きくなってきて、お、稼働し始めましたかね。うん、ちょっと明るくすぎて液晶見えないですけど、とりあえず最低気温にセットしてきますかね。じゃあこのまま時間を置いて見ていきたいと思います。はい、だいたい20分ぐらい経ちましたかね。で温度どうなったのかと言いますと、はい、外気温が 37.8 度、うん、やっぱ直射日光開けっぱなしなんでどんどん上がってきますね。で室内床付近が 42.8 度、で室内中間ぐらいが36度、で天井付近が59度になってますね。おお、天井暑いのはまあ分かるんですけど、床もめちゃくちゃ暑いですね。ただ中間付近はまあ外気よりもまあ 1.8 度ぐらい下がってるって感じですかね。うん、でも床付近が熱いってのなんか消せないな、なんでだろう。原因が分かりました。絶対ここですね。この屋上の床めちゃくちゃ熱かったんですよね。はい、で今測定してみると 55.9 度。うん、まあテントに直射日光当て続けてるっていうのもあるんですけども、こんな激熱の床にぴったりくっつけてテント立てたら、それはもう中めちゃくちゃ暑いですよね。これ土の上とか芝生の上とかだったらもうちょっと涼しくなるような気がしますね。はい、というわけで夜ですね。でもともとこれ私使う目的としましては、昼間のテントの中で過ごそうっていうためじゃなくて、夜中の熱帯夜ですね、この時になんとか温度を下げたいっていうのが目的なので、当初の目論見通り夜実験してみたいと思います。うん、というかめっちゃ雷光ってるな。で昼間は結構隙間が空いちゃったので、ちょっとかさ上げしてですね、なるべく隙間がちっちゃくなるようにして実験したいと思います。こんな感じに3分の1前突っ込んどけば、内気外気がちゃんと分離できてる感じになってますね。ちなみに今の床の温度はと言いますと、はい、28.8 度。だいぶ熱溜め込んでる気がしますけど、だいぶ気温と同じになってきましたね。はい、で今のこの涼しくなった夜の温度はと言いますと、はい、外気温が 24.1 度、で床付近の温度が 27.5 度、で中間付近の温度が24度、で天井付近も24度になってますね。うん、やっぱりまだ床からの温度はどんどん伝わってきてる感じですね。はい、じゃあ電源入れてみますかね。はい、だんだん音が大きくなっていくんですけども、あ、夜なんでこの表示がよく見えますね。で今つけたばっかりなのでまだ熱い空気29度出てるって感じですね。で温度はですね、最低の16度に設定して動かしていきたいと思います。じゃあまたですね、このまま時間を置いて見ていきたいと思います。はい、大体30分近く経過しましたかね。っていうか風強くなってめっちゃ雨降りそうだな。で最終的に温度何度になったのかと言いますと、はい、外の気温が 26.3 度、床付近の温度が24度、で中間の温度が 29.8 度、で天井の温度が 30.6 度ってなってますね。うん、冷気がたまる下の方が一番温度が低くて、やっぱり温風が上がっていく上の方が熱くなってるっていう素直な結果になってますね。で人間が寝っ転がる床付近の温度なんですけど、
外気温 26.3 度に対して24度なので約 2.3 度下げれたってことになりますね。ただこれもともと床の方はですね、下から熱が伝わって27.5度だったので、実験後そこがですね24度になっているってことは、同じ場所で比較すると 3.5 度下げることができたっていうことになりますね。じゃあ実際中どんな感じになっているのか入ってみたいと思います。はいはい、ちょっとだいぶ風が強くなってですね、もう中の空気と外の空気結構入れ替わってる気もするんですけども、はい、中に入るとやっぱりですね、下の方はなんかひんやりするのが体でも分かりますね。で実際寝るときはですね、おそらく風をこうやって下向けて直接当たるようにしてこうやって寝っ転がって寝ると思うので、これをちょっと再現してみるとですね、あ、これは涼しいわ。やっぱりこうやってですね、直接当てながらさらに体を低いところに置いとくといい感じに冷えてくれますね。ただ床から熱伝わってくるんで、これなんかちょっと断熱のシートかなんか引いた方がいいかもしれないですね。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、なんといっても一段びっくりしたのはこのちっちゃいポータブル電源が動かせるっていうとこですね。今まで結構いろんなポータブル電源で 100V 系のスポットクーラーの感激くん、あ、名前言っちゃった、動かそうとしてたんですけども、結構動かせないポータブル電源多かったんですよね。その点こいつは AC アダプターでそこら辺カバーしてくれるので、定格電力が 250W 出せるんであれば結構いろんなポータブル電源で動かせる気がしますね。他にも温度自動で調節してくれたり、内気外気を分離しやすい構造になってたりとかで、なかなか使い勝手のいい形にまとまっていると思います。でちなみにこれ近々なんかセールやるよみたいな話もあったので、もしですね情報ありましたら下の概要欄の方に載せておきたいと思いますので、興味がありましたら見てみてください。さてこれからこれ使ってまたいろいろ実験していきますかね。はい、これからもですねこの続きとか他にもいろいろ面白いもの作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一のコロサインになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッターもやってますので、もしよかったらそちらの方も覗いてみてください。それではゴッチチャンネル GT ワークでした。